それでは、持ち物ライターを捨てろ。すげえ顔変わった。ついでにあの探偵も。探偵できんか。認識してないから無理か。これもだいぶ集まったよな。はじめ何パーセントだったっけ。パーセント出してくれんか。あ、これか。いや、ただの情報だったか。新人だったな、会社。なら秋だな、多分。バレてる。この当時の川って泳ぎきれるほどの川じゃなかったんかな。かみんなあんま泳げんかったか。か冬だったか。
そうだよな、あの極悪非道のやつの話もここじゃないんか。あ、それでは関係なく足洗いのやつが来たってことか。あれ、ゆうたろう関係者か。こっちが貸り主の可能性もあるよな。あの足洗いを好きなところに出せるならだけど。これしとこうかな。一緒か。まあ女を見つけたのは見回してよかったな。わからんの。言うんや、なんで言うんだよ。なんでそんなこと言うん。今明らかに乗ってって安心させてたやん。負けた。ペラペラ喋って負けた。ちょっとホラーよりバトル方面になってきたな。言葉バトル。しまった、話す前にって言ってたよな。ちょっとやり直したいな、話す前に。もうだるいな、なんでペラペラ言うんだよ。ちょっと話す前に戻してくれ。一回死なんとダメか。やっぱり一番強いのはリターンだよな。何度でもやり直せるっていう。あ、今の話もちょっと聞いといてよかった、最後の点々好きんとこ。ログ見れるか。ログ見たいんだ。
声を聞いたらもうジエンドだ。うん、なるほど。耳塞ぐんか？やから、ジモンじゃ無理だろ？耳塞げって、どうやって忠告する？一旦こっから離れて飛んできんわけやんな。声を聞いちゃダメなんだけど、どう対処するかだな。耳を塞いで聞こえてくるだろう。じゃあもっと別の方法。この足洗いはあれだよな、友人と屋敷交換戦と対処できんかったんだよな。足を洗う、足を洗う、屋敷交換、足洗ったれ。なんもない。話したら終わりだろ。いいだろう、また選択しちゃったっけ。いや全然わかんない、これもう一回いいだろう、選んでみるか。話にならないので一気に死んでいいだろうで。で、いやこれで終わりか。話したら終わりだな。ここに来るまでにアイテム持っとかんとダメとかいう話じゃないだろ。いやそれは分かってるよ。教えてもらってる？教えてもらってるのか。持ち物を持ち定めしかないだろ。声を聞かずに済む方法。もう分からんな、全然分からん。教えてもらってる？教えてもらったかな。あかんよ。使ってないのは視線拡大とかか。大して変わらんもんな。ここで女にばっかり目が行くけど、この周りにあったりせん。全然わからんよ。何ができる？いや、ほんまにわからん。何が足りてない。ここに来るまでに何か持たなあかんのならここで頑張ってもいいんだけど、そんな感じのヒントじゃないよな。誰かが聞いてるふうなこと言ってるよな。話したら終わり。後ろも女のこと追加されたから会話が変わってないかな。変わってない。もっとヒントくれるかな。ここでなんかな、なんか声に聞いてもらったな。いや全然わからんな。自分にしかできんってことはまあ呪いの力。どこで教えてもらったん。ゲームの遊び方。メニュー開きなんか、もしかしたら
こう言ってこんなメタメタな回避方法なんか。キャンセル、キャンセル。話前にやらんとダメっぽいこと言ってるんだけど、全然わからん。本当にメタメタなことじゃない？もう次はもう聞かせられるよな。これでも次押したら終わりだよ。X 以外できんだろ。全然わからん。ゲームの遊び方。もう答え教えてもらうしかないか。これで止めるしか言わないよ。てかもう声聞いたよ。全然わからん。ちょっとこの答え次第じゃこのゲームの良さが問われるぞ。あんまりメタなことだったら納得できる答えだったらいいけど。ああ、同じような答えしか来なかった。ちょっと一旦トイレに行きもってちょっと考えてたんだけど、もう思いっきりメタだな。どうも。聞きたくない声があったら消せって言ってたやつだな。あれオプションやっけ。サウンド、これでええんか。ちょっとこんなメタか。なんかちょっとこれが正解ならちょっと残念。ゼロなってる？うん。ていうかこのゲーム全然ボイスが、この人物のボイスないのにな。あ、まあ多分これ答えだろうな。あの案内人の言う聞いてるっていうのは。なんかちょっとなるほどなって感じじゃないな。やっぱりか。なんかちょっと残念しよう。それはゲーム内だけでやってほしかった。ついでに後ろの女もやれい。見られてるよ、女に。女も去ってるんちゃうか。まあけどこれで 100% にはなったよな。死んだ。ストーリーチャートが解放されました。これで残りの8人選べるんかな。この音楽いいね。
いや全然分からんけど。1,2,3,4。陽子さんを入れるかどうかだよな。4としとこうか。なるほど。今の女が殺したのか、探偵はちゃうよな。ずっとついてきてたやつか。これでパート2が始まるんか。ん？ちょっとわからんな。こっから始めた方がええんか。よくわからん。途中からしてみようか。あ、今の選ぶところか。クヨーコさんまだ生きてる。というかボイス戻しといた方がいい？ストーリーチャートだったんだな。オプション、サウンド。とりあえず進んだぞ。あ、死なんかった。疑いなったってことか。はじめこのおきげくんが同じ状態になったんかな。誰か見てるんちゃうか。そういや、この秘書のこと忘れてたな。秘書入れたら5人だったか。まあ0人だったけど、答えは。
これでできしか。ゲーム的に何を目指してるんだろう。ストーリーチャート全部埋めるのを目指せばいいんか、それともこの誰かが全部集めるのを目指すんか。誰のどの立場で進めたらいいんだろう。昭和だなあのタバコ屋。まあこの怪しい雰囲気は面白いね。あ、そうなんだ。なるほど。シギマさん。一瞬で死んだからあんまりわからん。やっこ。まあ、全体像を知るのがこのゲームの目的か。まあ、一番興味ないこのおっさんから言ってみるか。エリオジュンでよかったんだっけ。知ってるやん。その口やめろ。
歴史っぽいけどよだれ垂らしてるだけか。これが動機か。変装かなんか知らんけどチンピラだよな。捜査一課がエースっていうのは本当なんかな。警察官殺しならなあ。動機ってだけじゃなくて詳しく知ってるんか。全然チェックつかんやん。チェックついた。まあ友達って言ってな。この話ちょこちょこ聞いてたけど、犯罪歴やっても警察官になれるんやっけ？
婚約者なんか。全然チェックつかんな。関係してきたな。時代背景がわからんよな、これ。ビーバップ時代なのか。カミソリタイプか。校内暴力全盛期か。その口やめろ。腹立つな、この口。歴史じゃなかった。検視でその辺わかるだろ。まあ呪いが一番このゲーム的にはありそうだけど。2日前ってことは呪いじゃないのか。まあけど七不思議はもう200年前からあるんだからな。呪いも200年前からあるんだろうか。Thank you.
2日前でまだ死んでてないんか。大学生か。大学生が人気の頃ってバブルか？やっぱり40、50年前か？なんか鑑定結果どんどん時代が進んで改めてやってみたら全然違うかったとかいう話を聞くもんな。
と早めに死ぬんちゃうかなと思うんだけど、死ぬ前に急いでやったんかな。呪いなのか。あ、この手の呪いやったな。これをキーエ君が木の陰で隠れて見てる時の話だな。詳しいな。あ、逃ったな。そしたら一旦ここまでにしようかな。